はい。じゃあ黄色いね、ミニトマト、お母さんのやつは完成しました。お母さんのやつ完成。はい。じゃあ次はメグの番だね。はい。はい。さっきお母さんと同じような手順で、じゃあ作っていきましょう。うん。まずは支柱を立てるんだね。はい。あらかじめもうインシュロック入れとくの。はい。はい、結束バンド入れとくんね。はい。はい。じゃあ始まりました。はい、じゃあね、土の方入りましたんで、上穴を、開けます。はい。よし。うん。よし。はい。うん、そんなもんかな。はい。いいかな。ね。うん。よし。じゃあ、メグ。お母さんに習って、もう一回。ね。まだ取らない？なんで？まだ取らない。まだこうやって挟む。あ、そっか。で、裏返す。裏返す。うん。あ、危ない。ああ、折れちゃうからね。そうそうそう。ちょっと大きいからね。はい。そう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 。そのまま、そのまま、そのまま。うん。で、メグ、大事なのは、お、今ちょうどいいけど、鼻の向きだね。ここから、こういう風に取りやすいように鼻の向きを、いい方向に向けてあげますね。ここだと正面だからいいね、ちょうどね。はい、じゃあここの位置で植えましょう。はい、土かけた方がいい。うん、そんで土かけてください。はい、ぎゅーってちゃんとね。これでこれがボキって言ったらあかんねえ、ボキって言ったら。はい、ちゃんと同じぐらいの高さにしてくださいね。はい、ここが浮き上がらないように、はい、周りの土をね、ちょっと鳴らしましょう。はい。じゃあこれで誘引ですね。じゃあ、後ろのここに誘引しましょう。メグできる？まずじゃあ誘引しよう。誘引って何？できる？ん？紐で縛るの。あ、お母さんにやってもらった方がいいか。これ取るのやつ。あ、じゃあ取る？それ。うん。目がけしてください。うん。はい、はい、覚えたもん。うん、そうそうそう。はい、はい、簡単に取れるね。うん、メグまだそんなにちっちゃいから取らなくてもいいよ。これだけ取ろっか。はい、うん、は鼻取っちゃうんだよ。ああ、それダメダメ。うん、メグこうやってね、皮を取っちゃダメなんだよね。なんで？なんでじゃなくて、皮膚が傷ついたのと一緒になっちゃう。はい、はい、じゃあお母さんに縛ってもらおうね。じゃあここにしましょう。こっち？こっちに。はい。あ、もう紐用意してあったんだ。うん。うん、はい、八の字を書いて、はい、支柱にね。ちょっと引っ張りすぎですかね。この場合。それぐらいでいいですかね。はい。よし。はい、はい、いいですかね。はい、じゃあ、はい、ここあとは支柱ですね。はい、はい、もう準備ね。はい、じゃあ束ねてですね。はい、ということで、メグの方の赤いミニトマトとお母さんの方のね、黄色いミニトマト、はい、植え付けが終わりました。はい、こんな感じになりましたけどね。はい、ピラミッド型にしました。はい、今回は。ねえ、メグ。どうかな？いっぱいなるかな？ねえ、ちょっと心配なのが、お父さんが作った苗なんで、ちょっとね、枯れちゃうかもしれないんですけど、その辺はね、上手に、ね、育てていただきたいと思いますけど、お母さん。はい。初めてですね、黄色いミニトマト。ねえ、はい。あっちはね、ホームセンターで買ってきた苗なんで、だいぶね、はい、
花がもうついてますけどね。いいの。はい。じゃあ、2人とも頑張って管理の方してください。はい、第1回目、植え付け、お送りしてみました。はい、以上になります。以上です。おみちよー。